こんにちは。モーターボートレーサーの上平慎二です。ボートレース唐津 G3 酒のジュラック対抗杯に行ってきました。帰ってきました。今回引いたモーターは13号機で 33.3%、 ボートは47番で26.3% でした。素性は B ランクのモーターで、上から24番目ですね、今回はね。はい、まあ真ん中ぐらいが引けたら、いいんじゃないでしょうかいいに越したことはないんですけどね。はい、唐津競艇はもう、今年度もう4回も走ってるんで、もうプロペラ調整がなんかうまいこと言って、なんと予選トップ通過をすることができました。唐津は準優進出戦っていうのがありまして、まずそこに予選トップで、通過することができ、1着だ3着までは準優に乗れるんですけれども、1号艇で乗ることができ、準優勝戦は前半レースもまた得点に入るんですが、そこも、5日目はもう連勝することができ、1号艇で優勝戦に乗ることができました。あと1回逃げればよかったんですが、レースはですね、インコースからたんですけれども、スタートもまあ2コースの辻さんがまあちょっと先行はしてたんですけど、まあね、締められてまくられる感じではなかったので、まあ、追い風もきつかったっていうのもあるので、流れないようにまあちょっと余計なこと考えすぎてたんですかね。ちょっと落としたところをミーショ君のつけま3号艇のつけ前にはまってしまいまして、残念ながら2着でした。残念です。今節の優勝は佐賀のミーショ高春君でした。おめでとうございます。唐津はですね、また2月の終わりに、斡旋が入りましたので、リベンジしたいと思います。唐津競艇には、ズバッと鍋チャンネルというチャンネルがあります。昨日レースが終わって12レース優勝戦終わった後に、鍋チャンネルに招待されたので行ってきました。そこでジュラック対抗大吟醸を試飲してきたんですが、今日も試飲したいと思います。とても飲みやすく好きな味です。まあ、一度飲むとまた飲みたくなるお酒です。ぜひ一度飲まれてみてはいかがでしょうか。昨日新年会でみんなとジュラック対抗大吟醸を飲んできたので飲みました。感想を聞いてるのでどうぞ。はい、来た兄さん、はい、もちろんそこはもう録画しとんよ。
どれどれ、いただきます。匂ってください。匂ってくださいすっきり。どうでしょうか、舌触り、ね、っていうかすごい飲みやすい。飲みやすいでしょ、ね、後味がさらっとしてます、うん。ぐいぐいいけちゃうね、これは。ありがとうございます。あ、ほんまだ。甘い、甘いな。甘い、甘いな。飲みやすい。なんでコメント、コメント老眼で読めんの飲みやすいうまい。確かにほんま飲みやすいです、うんうん、最後に一言美味しい、最高です。どんな、やばいやばいやばい、あの香りから楽しんだ香りから、香りから、あーいいね、フルーティーな香りさすがプロ。ただ深夜みたいなコメント。え、ただ深夜みたいな舌触りはどうですか。舌触り滑らかですね。滑らかしい、これは飲みやすいですよね。非常に飲みやすいよ、飲みやすい。太鼓、太鼓、太鼓、太鼓いいな、後味もキレがいいし、キレがいい、うん、最高です、美味しいです。じゃ最後に、最後に、最後に、うまい今本番、ま、いや、まだ、まだ本番に。あ、でもね、ほんまにね、甘い感じがする、甘い感じがする、ツンとせん、あ、香りだけでか、だいぶ語っとるね、これ語るよいいね、うん、甘い匂いがする、ほら、うん、蜂蜜の香りも、蜂蜜の香りがするごめん、言い過ぎた、うん、あ、でもね、日本酒にしたらまろやかな匂いがする、あら、うん、OK では本番行ってみましょうか。え、まだ俺飲んでないけど、あ、飲んで先に飲んだ方がいい。あ、飲んでみよう。じゃあお願いします。あー、うん、はい、行きます。はい、ジュラク大根大好き。はい、はい、OK です。いや、OK な。昨日はジュラク大根大吟醸でとても盛り上がりました。楽しいお酒でした。次節は1月14日より琵琶湖協定マスターリーグのを走ってきます。